BC3000 年水星コアトルの化身ダークプラズマンは自らが惑星となる野望を抱き、突如太陽系内に出現した。水星コアトルはいくつかの小惑星を破壊し、地球に襲いかかった。未曾有の天変地異に見舞われた地球最大の帝国アルトゥカは、水星との衝突を避けるため、宇宙の誕生と再生のエネルギーを秘めた銀髄晶の持ち主プリンセスムーンの力を借りて地球の軌道を変えることに成功した。しかし破壊こそ免れたものの、重力の変動で生じた大洪水により全人類の文明は滅びた。あれから5000年、水星コアトルは太陽系の彼方に再びその不気味な姿を現していた。太陽系です。いよいよだな、ダークメノラ。綺麗やな、あの時と同じや。繰り返し宇宙を巡る水星の悲しい定め、暗黒の空の果てにはもう二度と戻りたくない。このモス層を飾る我らの宝石の彩りも、あの太陽系でこそもっと美しく、もっと幸せに輝くはず。今度こそ太陽系に君臨してみせる。あの星は私のものだ。レアルビー、ビルファエメラルド、ジルパサファイア、さあ地球に転移する時がやってきたぞ。行けレアルビー、かの島に小娘どもをおびき出せ。かしこまりました、どうぞお任せを。我らの戦いは他の星々を破壊するためにはあらず、我らの目的は太陽系で永遠に栄える惑星になり変わること。それは地球にとって変わること。なんとしても銀髄晶は地中に収めてみせる。誕生と再生のエネルギーを秘めた銀髄晶だ。なくも長き旅路の果てに、やっと巡り来た
時あ沈まれ我が胸の高鳴りよ。ここやここや、アザブ10番高校。さてと、こっからが腕の見せ所や。ルビーの赤は血よりも赤い、恨み重なる敵の急所を仕留めたら即血祭りにする。ルビーの赤はそう血よりも熱い。何も知らないあいつらまとめて騙して引っ掛けおびき寄せ罠にぶち込むなんて、このルビー様にしてみたら軽い軽いお仕事よ。さあ待ちに待った春休み、みんな元気にやってる？待ってよサギちゃん、明日はいよいよ。ウキウキするね、おいしいプラン、こんなできすぎめったにないよ。全員一致で即明日出発、旅と宝石血が騒いちゃう。さあ遊ぶぞ、春休みは宿題なくて最高、イエーイ。ところでどんなところかしら。かぐや島って今度新しく開発されるリゾート地ですって。でもどのガイドブックにも載ってないのよ。そこがいいんじゃない。今度は何の企みだ。はるかさん、ウサギの話を聞いてみんなを連れてきたんだ。マモちゃん、あらみんな集まってどうしたの。せつなさん、でも本当に大丈夫なのか、そんなツアーで。見つけた宝石はゲット。なんと宝探しのイベント付き。ちょっと興味ある。でもな、大丈夫だ。できすぎだけどまあいっか。水着にサングラス、ロックアイランドファッション、旅と宝石血が騒いちゃう。マル秘リゾート謎の無人島、ジュエリーきら星サンゴ礁、光物大好き私ら今時の若者、ここでビビーちゃん流すスタイル。お宝眠る地図にもない島、神秘とロマンのかぐや島、ミステリー大好き私ら今時の若者、夢を買います島の旅、夢を買います島の旅。ロマンがありそうね。決まり。ほんまラッキーな人たちや。かぐや島ツアー特別限定123456789、10名様はこれにてパンパラパパパパパパパラパパフィーバー打ち止めさせてもらいます。皆さん無料。よかったね。でコンダクターさん出発は日の出桟橋明朝6時。うそ、春休み1日目なのよ。そんなに早く起きらんないよ。
よ。実は訳というか言い伝えがあるんですわ。言い伝え？はい。月が満ちる時には船を島につけられませんね。なんでだよ。リゾート開発から取り残されてきたんもこのためなんです。潮の満ち日と関係があるのかしら。で、夕方までに何としても船を島につけんとあきませんね。よし、朝寝坊厳禁。へえ。ほな、はよ帰って荷造りしてお休みください。はい。あ、皆さん、くれぐれも忘れ物はせんように。特に大事なもんはきちんと身につけて。あ、あれとか、あれとか。ほな、さいなら。気をつけて、気をつけて。6時ですよ、6時。忘れないでね。遅れないでね。さよなら。このレアルビー様の手にかかればこんなもんや。罠とも知らんと。さてと、船を仕立てんとな。とうとう見つけたぞ。確かにあいつはダークプラズマの一味。とすると誘いに乗ったあいつらの中の誰かが銀髄章を持っているに違いない。銀髄章さえ手に入れれば復活できる。5000年待ったのはこの私、ルーフメロンも同じこと。どうやらやってきたようだ。海賊に身をやっつけ、波を切り風に紛れて、息し止め張り込み続けた。5000年、この日のために、深く眠る仲間たちよ、目覚める時が来た。もうすぐだ、我が世に辿る地球人たちよ、船で出かける。海の上こそルーフトライアングルの上、我らにチャンス。ハモるなら綺麗に。もう一度言う。海の上こそルーフトライアングルの上、我らにチャンス。やらないのか。もう一度言う。分かっております。我らにお任せを。中に眠る全人類たちのために必ず。
まるで違うわね。本当。もうお昼よ。あれ、うさぎちゃんは？あと5分寝かせて。呆れた。また寝てる。まあまあ、遅刻しなかっただけでもよしとしとこ。うさぎちゃんが遅刻しないか心配でほとんど眠れなかったわ。私も。まあそのおかげで大きな流れ星3つも見たけどね。一つはすごく汚かった。うわー、何々もう食べられない。失礼しました。どういたしまして。流れ星ってさ、星のかけらだろ。この頃よく見るわ、うん、今年は大きな流星群の当たり年なのよ。そっか。なんか用ですか？なんでつけ回すんですか？つけ回すだなんて、お客様の安全を見守っていただけで。では良い船旅を。なんか怪しいんだよな。なに、なに、どうしたの？この世の終わり。何寝ぼけてんだよ。お目覚めですか？私寝てた。しっかり。そう、がっかり。じゃああれも夢か。夢？どんな夢？宝石の山を見つけたの。ルビー、ダイヤ、サファイア、もういっぱい。すごいじゃない。かもね。宝石ね。どうしたの？そんなにいいかな、宝石が。マモちゃんが一番よ。10倍も100倍も1000倍も愛してるもん。けど。けど？だって愛は尊いわ、宝石よりも。生きてるだけなら可愛い、可愛い。だけど目の前にルビー、ダイヤ、サファイア下げられたら心はグラグラ。多分、いや絶対宝石に飛びつくわ。あんた愛を捨てても。愛も欲しいけど宝石もいい。両方手に入れてハッピーハッピー。そんな人生を探す旅がこれよ。ついて回るのよ。ロマンスとジュエリーだから指輪が愛の誓いの証。そうか、そうだったのか。そうですよ、宝石は愛の証。はい、身につけてると幸運をもたらしてくれる。宝探しでゲットした宝石は皆さんのもん。やだー。ご強さん、見つけてください。あたしの誕生石サファイア、グラブルーが頭に効くのよ。守りにするならタコイズ、身につけてると頼れるボディーガード。10月はオパール、小さな宇宙。いろんな色ひしめいて燃えていく。あたしの誕生石もちろん真珠。愛と正義の月の涙だよ。宝石の王様ダイヤモンド。海の水抱いた愛のアクアマリン。僕と私の炎の影と闇に輝いて迷いを導く。サファイア、ターコイズ、オパール、ガーネット、ペリドット、西のパワーはそれぞれ素敵。なんでもいいわ、宝石ならね。つけて祈れば願いが叶う。なんでも欲しい宝石ならばガンガン掘ろう。宝石の島、かぐや島。この船の人たちさ、絶対ブラ
ラスペッチだよな。それ宝石？涙のまる。みんなちょっと聞いてくれ。さあガンガン掘りましょうね。話を聞けば。サグラシナの宝石だけど、はい、どうしてそんなにいっぱいあるの？ヒントはツアーの名前にあるんです。かぐや島ツアーでしょ？はい。この船が向かってる先はあのかぐや姫の伝説の島なんです。かぐや姫ってあのかぐや姫？せやすごいな。かぐや姫ゆんは月のお姫様でしたやろ。遠い昔には月と地球を行き来するんはごつ簡単にできたんですわ。で月のお姫様は地球の王子に恋をした。いやいやいや私たちみたい。もしもし。あ、うん、それで二人はどうなったの？何でも地球の王子を危機から救うため、月のお姫様は宇宙の掟に背いてしもた。言い伝えではかぐや姫はその罪によって宇宙の彼方に飛ばされて哀れ空の木屑と消えてしまったのでございます。かわいそすぎる、はい、儚いロマンスだわ。でせめてもの片身にと姫は別れの涙を宝石に変えて王子に残した。そして王子はこの宝石がいつか必ずかぐや姫を呼び戻してくれると信じ、人目に触れない遠い島に隠してしまったのでございます。その宝石が今もどこかに眠っている。あ、とこういうわけですわ。よし、かぐや姫の叶わなかった恋のためにも頑張るわよ。よっしゃ。残された宝石を見つけた時二人の思いも空の果てで成就する。片思い長いからな。まあそんな伝説の島です。大いにお楽しみください。コンダクターさん、ちょっとほなちょっと失礼します。やっぱ来てよかった。ねえ、今の話って私たちのことみたいだね。うさ、みんなもちょっと潜水戻らないか。もうちょっといいでしょ。なんだか、みや…なんだか見張られてる気がするんだ。考えすぎよ。みんな掃除好きのいい人じゃない。そうだ、潜水戻って宝探しのプランを立てよう。それ乗った。私、島の地図もらってきたわ。さすがあんちゃん、空気焼いてきたぜ。邪魔だよブラシペチ。クッキー焼いてきたぜ。レッツゴーってなんなのさ。なんなのさ、無茶な天気。えお前もな。お前は生まれたての小鹿か。しかし本当かよ。あいつらの中にさ、銀髄章を持ってるやつがいるってのはまた生まれたのか。何をグズグズしている。ルーフメロ様、もうすぐ我らの領域ルーフトライアングルに入るぞ。しかしあいつらの誰が銀髄章の持ち主かわからないんです。だから変身させるのだ。はあいつらの誰かがプリンセスムーンだ。よいか、島に上陸させればダークプラズマの思うツボだ。その前に銀髄章を奪い取れ。はっ、かぐや島の力が彼女たちのパワーを封じ込めてしまう前、今がチャンス。風よ集まれ、波よ散れ、風よ暴れろ、海よ逆まけ。みんなしっかりするんだ。何か捕まれ。大丈夫だ。あんなにいい天気だったのに。大気の状態は安定していたはずよ。陽気がする。どこに。嵐の外から。じゃあこっちは海の中からもよ。気をつけろ。
つ飛翔の戦士、セーラーウラヌス、冥王星を守護に持つ変革の戦士、セーラープルート、火星を守護に持つ破滅と誕生の戦士、セーラーサタン、外部太陽系我ら四戦士参上、バルドシェイキン。誰？宇宙海賊ルーフメロ。セクシードカメン様。海よ魚まけ、もっと激しく。魚まく波、あれ来る嵐は戦の前の雄たけびだ。我らコアトルの星の名にかけて銀髄賞奪う。空も海も覆す嵐を恨み込めて、ここぞと絶対起こしてやる。我らのやり方で邪魔はさせぬ、何としても今すぐにこの嵐を見込むほどのさらなる大波、巻き起こし島に運ぶ船を。お前たち早く海に引き込んでおしまい、早く。船が島に持っていかれる。ダークプラズマンめ、だが銀髄賞は諦めないからね。必ず奪い取ってみせる。眠れる仲間たちのためにも必ず。Thank you.
ったくもう、あっ、食べに来た。みんな大丈夫？ひどいやらしだった。もう一体あの化け物は何だったの？みんな、怪我は？怪我よりもこの姿。くそ、変身が解けてる。私たちのパワーが封じ込められてしまったみたい。そんな。待って、感じる、この島に漂うただならぬ邪気。ねえ、一人足りない。ふざけんな。助けて、気持ち悪いよ。たく、世話やかせんなよ。助かった、ありがとう。何か来る。どうやって帰るんですか？ご安心ください、救助の SOS は打ちましたから。遅いのよ。そう怒らんと、迎えは来るさて。1秒でも早く。口の減らない小娘だ。今なんか言った。とにかく気分を変えて宝探しツアー始めましょう。その前に例のお願い。はいはい、はい、皆様大変長らくお待たせいたしました。それでは当社恒例歓迎の歌に乗せまして、アトラクション宝探しを始めさせていただきます。ミュージック。ウェルカムウェルカム、ようこそ島へ。海のパラダイス、かぐや島へ。ハレハレ、ヒレハレ、ケルパルハ。ウェルカムウェルカム、ようこそ島へ。南のユートピア、かぐや島へ。ハレハレ、ヒレハレ、ケルパルハ。安心だ。ああ、守るとかいう青年は私を疑ってくるし、うん、挙句に予期しないあの嵐。誰かが仕組んだに違いないんやが、一体誰が。他にも銀髄師を狙ってる者がいるということか。油断したらあかんで。やっとこの島に戻ってこれたんや。はあ、やっとね。ああ、この空気懐かしいな。ほんまや。
気の遠くなるような長い時間。どないなったんやろ。決して忘れたことはない、悲しいあの出来事。大丈夫だ。私たちこれからやっていけるかしら。大丈夫だ。ちょっと全然大丈夫じゃないじゃない。しょうがないだろ、取り目なんだから。大丈夫だ。ウサ、もう戻らないか。やだ、宝石見つかるまで戻らない。こんな洞窟にないってば。気配を感じるの。宝石が私を呼んでいる。ウサ、お前に霊感があるはずがないだろ。やだやだやだ、こうなったら絶対見つけてやる。しかし、どこまで続いてるんだこの洞窟。敵か？あれ、あの光は何？怪しい光だ、近寄らない方が。大丈夫だ。あ、マモちゃん、これ宝石じゃない？まさか。絶対そうだよ。あ、ここにも。これ本物かしら。こんなにいっぱいだとイミテーションに見えてくる。うさ、もう外に出よう。うん。なんだか気味が悪いんだ。奥で誰かがじーっとこっちを見てる気がする。また？船でも同じこと言ってたじゃない。とにかく出るぞ。あ、まあいっか、みんなに教えてあげよう。待ってよ、マモちゃん、マモちゃん。さあ、月は28日周期で地球の周りを回ってるだろ。で、その昔、地球も月と同じ動きをしていたって話、知ってるか？知らない。そんな説があるんだよ。じゃあ、ここで問題。問題？
その頃一月は28日で1年は13ヶ月でした。さあ全部で何日だ。電卓364日。そうよ。あれでも今より1日足りない。うん、何かの原因で地球の軌道が1日分多くずれたんだな。氷河期の到来とか大洪水とかはそのショックで起きた大変じゃないかって言われてるんだ。へえ、マモちゃんって物知り。それほどでもないけど。ウサ、遠い昔地球と月に何があったんだろうな。ねえマモちゃん、月と地球ってそんなに昔から深いつながりがあったんだね。マモちゃん、私たちって、僕とウサの心は一日だってずれちゃいないよな。うん、ずっとずっと一緒だよ。輝く君の瞳は宝石よりまばゆい。その目で見つめられたら世界中イチコロさ。それって愛してると同じ意味よね。うっとりしてくるのよ褒められると。 Why don't you kiss me baby come to me love you onlyだって霞むよ君の魅力の前じゃ。でっかいダイヤモンドさえただの引き立て役さ。聞かせてもっともっと嬉しいお言葉。気分はお姫様よあなただけの。 Why don't you kiss me baby come to me love you only you hear me only me you are my jewelry you are my jewelry。危ない。ちょっとせっかくいいとこだったのに何なのよ。へへ、うさぎお久しぶり。あんた、また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 突然のチピうさよ。帰れと言われてもダメよ、帰らない。今度という今度は紛れ頭きた。絶対本気で家出してWhat's that?
じゃないの。やだ、絶対帰らない。もうストップ。で、ちびうさ、なんでお母さんと喧嘩したんだ。だって、叱ってばかりいるんだもん。それはあんたを立派なプリンセスにするために。じゃあ、うさぎ、一日中勉強できる。え、漫画もゲームも全部取り上げられてさ。全部、ま、わからないでもないと。しかも朝寝坊もさせてもらえないんだよ。それはひどい。でしょでしょ。一緒言ってろ。やーやーやー、猫、子猫よ。かわいい。にゃー。え、にゃー。何、どうしたんだちびうさ。にゃーにゃーにゃー。返してほしいって。え、にゃーにゃー。うさぎが拾った宝石だって。宝石。にゃーとっても大事なお守りなんだって。にゃーにゃー。何言ってんのよ、猫がそんなこと言うはずないでしょ。だってほら、ちびうさん、何泣かないでよ。泣かないでよ。何泣かないでよ。何泣かないでよ。もうやめなさい。似たもん同士なんだから。あ、いた。もう探したのよ。まったく、迷子の子猫ちゃんじゃないんだから。は、迷子の子猫。あれ、さっきの子猫はいなくなったよ。あ、ちびうさちゃん。はい。なんでここに。家出した。見つけたぞ。さあ、渡してもらおうか。いやー、かっこいい。おとなしく渡せ渡せ。さもなくば。この剣よくできてる、本物みたい。お兄さんたちも旅行会社の人。シャカシア。まるでテーマパークみたい。なので今度は何のアトラクション。やって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 もらった。渡すもんですか。マーキュリースタンプ。スタンプ。バカめ。力が封印されて変身できない。なんで。おとなしく渡せばよし。おとなしく渡さずもよし。変身できなばただの小娘。逃げるわよ。お上下は黙れ。やれ。私はレアルビー、この身に血を秘めた彗星のレッド、この一振りで暗黒を切る。私はビルハエメラルド、この身に海を秘めた彗星のグリーン、この一振りで真空を切る。私はジルパサファイア、この身に酔いを秘めた彗星のブルー、この一振りで静寂を切る。はっ。宇宙の果てより5000年の時を経て舞い戻ってきた我ら彗星コアトルの化身、銀髄将、お前たちに私はしないぞ。何、5000年待ち望んだのは我らの同じ。ならば力ずくで奪ってみせる。一体どうなってるの。逃げるんだ。銀河をめぐるスペースナイト。青き地球の平和を見
が殺生許さない、何億光年離れていてもこの目のセンサーに狂いなし、タイムアンドスペース扱ってスペースアンドタイム I do justice 手前か魔性の者どもよ、もはやこれまで You shall lose the way。 お前も銀髄賞を狙う者か、それとも海賊どもの一味か、どちらものだ。大丈夫か？あ、女の身で無茶はしないことだ。目前に
掴み取れるほどの距離にあり、目指すものは ただ一つ銀髄書のみ。お前はプリンセスムーン、どうしてここに。プリンセスムーンがどうしてあの時のままに。ザコを相手に何をしている。申し訳ございません。何のために小娘らをあの島におびき寄せたのだ。銀髄章のパワーを解放させぬために。ならばですが、ダークプラズマン様、かぐや島に打ち込んだ暗黒髄章は地球に満ちた自然破壊を栄養に思わぬ成長を遂げています。それはもうセーラー戦士への変身を封じ込めるまでに。ならばなぜ銀髄章を奪えぬ。思わぬ邪魔が。言い訳などやめろ。今一度思い返せ、あの屈辱を。掴みかけた勝利の前に、予期せぬ邪魔が立ちはだかり、積年の夢ついえたあの日のことを。あれから五千年、闇の旅路を耐え忍び、ここに再び迎えた悲願成就の時。我らの時代が来る。銀髄章を我が物にして、太陽系で輝くことこそコアトルにふさわしき星の胸にある今一つの思い、暗黒の我が夢実際なみ、心を乱した白きカンバセ、あの日自らを投げ出し、傷つきながら地球を救った月のプリンセスよ。コアトルの夢砕いた憎き敵なのに、ああどうすることもできない、忘れられないプリンセスムーン。なぜだ、なぜ今地球に彼女が。よく似た別の人か、いやこの女神まごうはずはない。あれはプリンセスムーン、
憧れ続けた我が女神よ。我らの時代が来る。金水晶をこの手に掲げ、他の惑星に君臨する時、コアコルは熱なり星の上に行こう。スターグローリー、スターグローリー、スターグローリの島が呆れるわ。お腹減った。うちだったら今頃トーストが焼けて、あーこんがりしたいい匂い。ここじゃ匂ってくるのは邪気ばかり。もうこんなツアー来るんじゃなかった。船は難破してしまって、帰る手段も食事もない。おまけに私たちのパワーは封じ込められちゃって、セーラー戦士に変身できない。どういうこと？ねえみんな、今度襲われたらどうやって守ればいいの？ウサギちゃんのこと、銀髄賞のこと。世界地図なら隅々まで知ってるのに、この島のこと私何も知らない。ここはどこ？今頃ママが心配して大騒ぎよ。連絡できないし、お腹空いて死にそう。みんなどうなるの？どうしてかしら、霊感さえ働かない。心に何も浮かばない。見えない、とても不安。街中ならみんなといれば何でも OK。 勉強できても、喧嘩強くても、ここじゃ意味ねえや。とにかくこれからのことを考えましょうね。みんな、はい、食料。早く早く。僕はレストランのウェイターじゃないんだからね。はい、海にはお魚、森には木の実が。どうしてお刺身なの？なんで振るつもりなんだよ。レストランがあるの？ウサギ、これどこで？どうだっていいじゃない。これどうしたの？ウサギが取ってきたんです。人間、お腹が空いてはろくなことを考えない。ウサギ、いいこと言うじゃん。まあね。今日のお魚さん空飛んだ。どんどん神戸の皆さん嬉しいかい。波乗り子猫ちゃんこんにちは。大丈夫大丈夫よろしく。オーライ、パッパラッパッパ。早くしないとなくなるよ。いただきます。おー、うん、まい。それでピクニックね。でもおかしいよ。何が？だからこれだよ。どこで取ったんだ？何度も言わせないで。いい？魚は海で、木の実は森で。じゃあ聞くが、魚が刺身の格好で泳いでたわけ？
醤油とわさびをお供にして。あのフルーツだって普通カットフルーツのまま木にはならないよな。先がカットしたとは思えないし。はいはい、正直に申し上げます。置いてありました。拾いました。誰かが用意したのかしら。誰？どうだっていいじゃない、今非常事態なんだよ。いちいちこだわってないで、何でも食べて元気つけて力を合わせて家に帰らなきゃ。そうでしょ、うん、食べよう。食べるぞ。そうそう、近くを偵察してきたけど奴らの姿は見えなかった。敵の目的はただ一つ、人数賞ね。ああ、ツアーコンダクターの人いい人に見えたんだけどな。無料キャンペーンを餌にまんまと誘い出されたってわけだ。でもマモちゃん、宝物の話は本当だったじゃない。ほら、あ、ゆうべの嘘、これ本物、ボックスで見つけたの。すごい、あ、ルビーだ。これサファイア、私の誕生石、エメラルド。これも置いてあったのか。うん、違うよ、見つけたんだよ。ねえマモちゃん。ああ、やったー。宝石よりもこの後のことを考える方が先じゃないのか。イエーイ、イエーイ、昨日の子猫さん、かわいい。お腹が空いてるの。イエーイ、イエーイ、何か欲しがってるみたいだ。イエーイ、イエーイ。ウサギ、まただ。何？同じこと言ってる、宝石を返せって。また猫に小判だ、子猫に宝石。つまんないのよ。わかった、あんたがこの宝石欲しいんでしょ。違うよ。ダメよチビウサ、欲しかったら自分で見つけなさい。ウサギの分からずや、パーカーな大人なんて嫌いなんだ。なんですって。さあ二人とも喧嘩やめて。宝石は後でみんなで探しに行きましょう。とにかくどこかに休める場所を確保しないと。その宝石なんだ洞窟は。賛成。僕はあんまり気乗りしないけどね。私、滝木を集めてくる。そうだ、 SOS はまだ打ってないはずよ。岬で滝木を燃やして合図するっていうのはどう。冴えてる。僕たちは夕べの廃屋に行ってみよう。夕べの、じゃあやっぱりあれはホタルちゃん。それが何も思い出せないんだ。ごめんなさい。あそこに行けば何か思い出すかもしれないな。ええ、気をつけて。まこちゃんとみなこちゃんは滝木を集めて。ラジャー、あみちゃんとレイちゃんは一緒に岬で SOS 係をお願い。オッケー。仕切るのはうまいよな。私はもう少し島の偵察を。わかった、じゃあお日様が沈む前にもう一度ここに集合。では解散。あー、うさ、行くぞ。うん、一緒に行こう。ここにいる。まだ拗ねてるの。いい加減にしなさい。拗ねてなんかないよ。その仕草が拗ねてる。あ、まあ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 。ここはチビウサに残ってもらって、何かあった時の連絡係ってことで。そうやっていつも味方する。じゃ、頼んだぞ。ウサ、行くぞ。いいだ。聞かせてよ、うちらの言葉わかるんか。うん、やっぱり。でもどうして。わからない。それよりあなたたちはどうしてここに。うちらもうずっとこの島で暮らしてんねん。何千年も昔から。何千年って。待ってんねん。誰を。お母さん。お母さん、いつか迎えに来るの。コンがそう言ったの。コンって。夕べ見たやろ、光り輝くお姫さんや。ああ、ホタルちゃんに乗り移った人。私たちの守り神よ。そして話し相手。この島のことや昔のこと何でも知ってるの。でもお母ちゃんの話は嘘や。迎えになんかけへんねん。そんなことないわ、必ず来る。必ず。けえへんけえへんけえへん。来るんやったらもう来てもええやんか。きっとうちらのこと嫌いなんや。そんなことないよ。いや、そんなことある。今度という今度は待ちきれ頭きた。叱ってばかりのお母さん大嫌い。遊ぼう思いきり一人でも困らない。叱られるってどういうことかな。
叱られてみたいな。覚えてるのはあの日のことだけ。お空へ消えてったお母さん泣いてた。こぼれてちぎれた涙の粒が宝石になって残ったんだよ。いつか必ず迎えに来てくれる。信じて待ってるの、お母さん会いたい。叱られたことないからだよ。でもお母さんってそんなにいいものかな。そうだろ。いつでも子供の幸せ願って愛してくれてる、それがお母さん。泣くんだ。見たのはたった一度だけ。ウサギが拾った宝石はあなたたちのお母さんが残した涙だったんだ。そう、形見でお守りなの。あたしのお母さんの涙はサファイア、あたしはエメラルド、うちはルビーや。ルビー？宝石を持ってたらいつかお母さんに会える。コンが言うたんや。安心して、ウサギはきっと返してくれるから。やった、秘密の場所も教えてあげる。おいしい果物の木はあるよ。ほっと、行く行く。はい、うん、行こう。キングエンディミオン様、あなたでしたのね、あの食べ物。お腹が空くと暴れるからね、どっちも。きっといらしてると思いました。スモールレディを放っておく方ではありませんもの。しかし母と娘っていうのはああも衝突するものなのかな。私には素直なんだが。スモールレディはネオクイーンセレニティのようになりたくて一生懸命なんです。ただまだ力が及ばなくてつい背伸びをしてしまって、それで意地を張るんです。どうやって母親の愛を分からせたらよいものか。父親って大変ですのね。まあそれより君たちのこと大変な事態に巻き込まれた。ええ、セーラー戦士としての力が封じ込められてしまって。水星コアトルについて何かご存知ではありませんか。月の暗黒文書に載っていた。記憶に間違いがなければ確か。どうしたんだ。これはスモールエリーの。まさか昨日の連中が。
申し訳ございません。はあ、お前たちか。お許しください。またもや銀髄賞を奪うことができずに。どうするつもりだ。昨夜の戦いの後からずっとあの調子。怒ったりため息ついたり、よほどショックを受けたご様子。いかがなさいました。胸がどうか。苦しいのだ。ひどく痛みますか。痛みはない。ただただこう弾丸が胸に刺さって。いやちょっと違うわ、こう胸をキューッと掴まれたような。世界はバラ色っていうか、生まれたての小鹿っていうか、でんぐり返っちゃったっていうか。バク転なんかもやってみちゃったりする。する、やれ。できねえじゃねえかよ。っていうかウサギ飛びっていうか、井戸端会議っていうか。あーちょっと聞いた聞いた、角のお肉屋さん今日この結構25円ですよ。お前たちネジ巻いとけ。もうだから苦しいのだ。こうモヤモヤして何かつっかえてるような感じ。それは胸焼けです。胸焼け。はい、冬に雪遊びばかりしてるとよくなるんです。そら霜焼けだろ。素敵、お山の向こうに沈んでいく。あれ夕焼けだろ。ああやるよ、やりゃいいんだろ。納得できねえけど。お前焼けっぱちだろ。お前も地味にやってるけど焼けたけだろ。こぼすなよ。舐めるなよ。お前ハンカチ持ってんのか。偉いな。お前たちネジ巻きすぎだよ。だから胸焼けってなんだよ。はい、冬に雪遊びが。もうええっちゅうの。胸焼け。はい、胸焼けとは食べ過ぎたり飲み過ぎたりするとよくなるんです。食べ過ぎたり飲み過ぎたりした以外にもなるものか。あまり聞きません。例えば人に出会った後とか。いいえ。そうか。とにかく胃薬をお持ちいたします。おい、行くぞ。これが胸焼け。思えばこれまで海原さかまく嵐も一人で乗り越えてきた。仲間はいるけれど我が身を守るのは結局自分自身だと。私を助けたあの人は一体。争いの弾みで一度だけ触れ合指の記憶熱く残り胸まで痛い。初めての苦しい気持ちもう心にはあの人だけ。あれは貴様は有名の。待て、スモールレディを返すんだ。返す。あいつ捕らわれた。人質を取るとは卑怯だ。お前たち分からないように後を追え。必ず居場所を突き止めるんだ。はっ。
胃薬です。ありがとう、治ったがもらっておく。さあ急げ。はあ。危ないところだった。礼を言う。昨日の借りは返したよ。じゃあ大丈夫か。少し休んだ方がいい。ああ私の部下が必ず居場所を突き止める。すまない。なあ、なぜ私を助けた。その胸の紋章が目に入ったからだ。では私を知るものか。いや。じゃあなぜ。暗黒文書で見た。暗黒文書。月に残る古文書だ。それによると君のその紋章は王家だけに伝わるもの。それは奪ったものか。奪いなどしない。待てよ。そうだ、思い出したぞ。確か王家の姫君が。君はもしや。ルーフメロ。ルーフメロ。5000年前この地を襲った大洪水によって滅亡した地球帝国アルト君プリンセス。何もなければいいが。周りは敵ばっかりだっていうのに。にゃーにゃーにゃー。またあの子猫たち。にゃーにゃー。何か必死に話しかけてるみたいだ、うん、そうだ。うさぎちゃん、おとなしく首にかけてもらってる。ちびうさちゃんの言ってたことは本当だったのね。宝石を返してって。私はサマイワイル星、水星クワドルによって滅ぼされた星たちの思いの結晶です。今は破滅と誕生の戦士サターンの身を借りてその姿を現しています。さあさあ、あなたたちも。この子たちはその体を人間にいじめられないように子猫の姿に変えていたのです。今日まで自分たちの力だけで生き延びてきました。5000年。5000年。やっぱり折れへんよな。5000年一度も忘れたことはなかった。あの時あの子たちと一緒に死ぬべきだった。何言うとんねん。生きとったら、生き延びとったら必ず会える言うたんはあんたやないか。何のために生きながらえてきたのかしら。あまりにも長すぎた。泣き言言うな。これも定めや。恨んでも恨みきれない定め。もう少し詳しく話を聞かせてくれないか。5000年前、アルトゥカ帝国には太陽系の秩序を司る神殿があった。水星コアトルのメテオシード、ダークプラズマンは太陽系の秩序を破壊するため
神殿に4つの暗黒随所を打ち込もうとしたのです。暗黒随所？奴が生まれた場所から持ってきた暗黒プラズマの結晶。我が軍勢を蹴散らし、神殿の三方に3つの暗黒随所を打ち込みました。最後の1つを手にしたその時、この地に逃れていたプリンセスムーンが宙に舞い上がりました。彼女はアルティカの神殿とともに太陽系の秩序を守るため地球の軌道を動かしたのです。そのまま彗星が接近すれば潮汐力によってコアトルは爆発するが、地球もまた死の星となってしまうからです。なるほど、その話を残したのが月にある暗黒文書だったのか。地軸の移動によって起こった激しい地震と凄まじい大津波によってアルトゥカ帝国は滅びました。たった一つ神殿の一部だったこの島を残して。なぜ今再びコアトルが？神殿に残された三つの暗黒随所の力によって。しかし暗黒随所は？暗黒随所は四つ揃わなければ完全には力を発揮できません。それなのになぜコアトルは？この5000年の間、人類は誤った道を歩んできました。自然を破壊し、戦争をし、この星を傷つけることばかりして、その誤った心が三つの暗黒随所を成長させ、再び宇宙の彼方からコアトルを引き寄せてしまったのです。今あなたたちが変身できないのも、その成長した暗黒随所の力によって封印されているからです。封印を解く鍵は？あんな、助けたってよ、お願いよ。突然どうしたの？さらわれた。誰が？ちびうさちゃん。ちびうさちゃん、どこで？死んで。行こう。待て、変身もできないのにどうやって戦えば？できます、あなたたちならきっとできる。封印を解く鍵を知っているの？プリンセスムーン。え？5000年前地球を助けた月よりの使者はあなたの遠い祖先です。ダークプラズマ！ダークプラズマ！ダークプラズマ様、ついに帰ってきたぞ、青い惑星。じきに地球は私のものだ。とにかく神殿に行こう。動けるか？はあ、神殿に急ぎましょう。この星は新しいかぐや伝説を必要としています。地球を滅亡の危機から救うために。プラズマン様が降臨なされたぞ。分かっております。何者だ？見つかっちゃあしょうがねえ。アホやな、バレてへんかったのに。何？隠れろ。いや、もう見えとるちゅうね。飛んで火にいるバカ者たちだ。バカにバカって言うな。貴様、ここが悪の巣窟ってわけね。ブブ、安心
できずに我らに勝てると思うか。この身に変えてもスモールレディは返してもらうわ。はっはっ。 おい、弱い者いじめじゃないか。敵の敵は味方。ここは一つ勝てず。てっ。いつまでクズどもの相手をしておる。ダークプラズマ様。ダークプラズマ現れたな。目障りだ、消滅しろ。待て、ルフベロー様。また会ったな、死に損ない目が。その言葉そのまま返してやるよ。早く暗黒水晶の種どもか。待て。さっき、ジビエさん、刹那さん、これが暗黒水晶か。スペースナイト、暗黒水晶、お前たちに使わせはしないぞ。あなた、宇宙海賊ルーフメロ、そしてアルツカ帝国のプリンセスだ。プリンセス、こいつらに滅ぼされた。どういうこと。一同が集まって手間が省けた。今までのはほんの挨拶だった。我がプラズマを跳ね返すとはこの時代のものではないな。先ほどは油断したかな。パッパー、キングエリミオ様。私は30世紀のキング。貴様に宇宙の土を渡さん。何をしている。子猫どもを、暗黒水晶の種どもを取り込め。あの忌まわしい銃を奪え。渡すわけにはいかない。そうか、最後の章に書いてあった封印を解く鍵とは。メノラ、やれ。こいつが四つ目の暗黒水晶だ。お前たち、奴を近づけるな。この根元に打ち込まれたら最後、地球は滅びてしまう。そんな、行け。邪魔だ、プラズマドームに消え失せろ。お前たち、プリンセス、しっかりするんだ。プリンセス、私たちはあなた様をお守りするために作られたアンドロイド。サーペン、プリンセス、プリンセスのぬくもりがこの人工の皮膚を通して伝わります。ケル、申し訳ありません。最後までお守りできなくて。失せろ。さあ、四つ目を打ち込め。最後の暗黒水晶が。所詮女にはなれぬ身。覚悟は決まった。ルフメロ、暗黒水晶を封印する手立てはもはやこの王家に残されたサーベル銃だけ。これを祭壇に入れれば。そんなことしたら君の命が。今の私があるのは王家の血を絶やさないがため。しかし、もっと大切なことを私は知った。お前死ね、ダークプラズマン。何をよせ。これでいいのです。今この地球に住む人々を救うことで、あなたの住む未来まで地球を守っていけるならば、これでやっと私も民たちと同じ静かな眠りにつけます。キング、ありがとう。さようなら。プリンセス、切れ者めが、
最後まで邪魔をしよって。ダークプラズマ許さん。手負いの貴様に何ができる。もはやこの地球はコアトルのもの。時空の歪みにでも消え失せろ。待て、セラクライシスフォーメイクアップ。しまった、封印が。影を倒して勝ったつもりか。私たちは本来二つで一つ。まさか。セーラームーン、どうなってるの。お前の彗星は核が二つあるということか。気づくのが遅かったようだな。さあ、金髄賞を渡せ。セラーム、君たち。今となっては種どもは用なしだ。そんな。これは宝石が光ってる。うちのルビーや。これはサファイア。私のエメラルド。どうしてこの子猫たちが。5000年前に捨てた小さな欠片だ。まさかこの子たちは私たちの。その子たちは地球帝国滅亡のあの日、どこからともなく降ってきてこの島に住み着いた者たちです。5000年もの間、迎えが来るのをずっとと待ちわびていました。あんたクックか。ミック、フック。どんなに夢見たことか、この日を抱きしめたい、そればかり。離れていてもいつも心に
わ。やっとやっと会えたのが別れの日だなんて。消えろ。さあ、我らの野望を忘れたか。野望？そんなもん。もういらない。血迷ったか、レアルビー。血迷ってるのはプラズマン様、あなたでは。口答えするのか。あの子たちも元はあなたの分身では。分身？あやつらは水星のダスト。何？元は薄汚れたただのゴミだ。薄汚れてんのはあんたのその心や。なんだと？我がこの仇。愚か者。ああなたは何を求めて星になる気？何？あなたになんか星になる資格なんてない。なぜだ、その強さは。この強さこそ銀髄師匠の正しい持ち主の証。なぜだ、なぜ私が選ばれし者になれなかった。お前が弱いからさ。何だと。弱さゆえに心がない、優しさがない、だから愛がない。ふざけるな。一人で宇宙をさまようしかない彗星の思い、お前たちなどに分かってたまるか。分かるさ。太陽系に一つだけ輝くこの地球、この星だって一人ぼっちだ。一人ぼっちだからいっぱい輝く。いつか会えるかもしれない、すべての星たちに向かって。運命にもてあそばれたことのないお前たち、暗黒の中で一人叫び続けたことがあるか。何も聞こえない、いくら泣き叫んでも誰も答えない真の闇。私は憎む、私を見捨てたこの宇宙の方を。じゃああなたはなんで子猫さんたちを見捨てたの。同じじゃない。そうよ、あなたと同じことをされてもあの子たちは生きてた。ずっと希望を忘れずに。それは絶望をまだ知らぬからだ。ダークプラズマ、真の闇はお前の心の中にある。よっしゃった、しょう。恨め、もっと恨め。お前たちの憎しみが増すほどに力が湧く。憎しみこそが真の力だ。悲しい人。銀髄将が。そうはさせるか。タクシー、ラスモーキンボンバー。鏡に向けたライトのように憎しみはやがて優しさが弱さに逃げたっていい。 So believe love、 信じてみよう。 And believe love、 この瞬間を、同じ時代を生きてることを。星空仰ぎ見ながら So believe love、 信じてみよう。 And believe not、 この瞬間を、同じ時代を生きてることを。サイレントワール。あれは水星コアトル。遅かったな。
私がここにいる限り、もはや水星コアトルの軌道は変えられない。地球の運命もこれまでだ。力を貸して。私はあなたによって破壊された小惑星のかけら、セーラームーン。いつか天空に輝くために秘めてきたパワーを今あなたに託します。シルバームーンクリスタルエターナルパワの間近に。地球の破滅はもうじきだ。みんな、この地球を愛する心を一つにして。あがいても無駄だ。セーラープラネット、アタック！最後まで諦めちゃダメ。キング、タキシード、ラスト、ウォーキングボンバー。セーラースター、ゴー！セーラームーン、今だ。消えた。願いが通じたんだ。
また星が光る。
子と一緒やったらどこでも。ごめんね、私ママにちゃんと謝るよ。うん、あなたにこの保証をちゃんと渡せるように私たちこの地球を守っていくわ。一人じゃない、みんなの未来のために。私たちきっと、きっと。1999年春、セーラームーンミュージカルは新たなる物語でスタートしました。ウサギはこの物語が大好き。それは愛や勇気、そして優しさをみんなと分かち合えるから。だからみんなの愛がある限り、私たちはまた必ずここへ帰ってきます。必ず。